ドリフェスラジオ。朝だよ、おはよう。早く起きないと遅刻するよ。一緒に学校行くんだろ。こんばんは、ディアドリームの赤担当、天宮かなでこと石原相馬です。ぽいぽい。びっくりした？大きい声ならお目目シャキーンってなるかなって思ったんだけど。おはよう。こんばんは、ディアドリームの薄紫担当、沢村千鶴こと正木かおるです。この番組は 2.5 次元アイドル応援プロジェクトドリフェスに出演する僕たちが、ドリフェスのことや僕たちのことをもっと知ってほしい、そんな思いの丈を叫ぶ30分です。さあ、ということでオープニングの一言、今回のテーマはモーニングコールで言ってほしい一言でした。おお、いかがでしたか？どう、友達とかにモニコするタイプ？モニコって言うのこれ？俺は言ってる。あ、そうなんだ、うん、それ初めて聞いたわ。うん、覚えて。あすいません、僕モニコしたことないです。いや、いいね、なんか新鮮だよね。あるモニコ？いや、たまに友達からさ、朝早いから起こしてって言われる時あるけど。モニコ？モニコ。え、マジで？はい、たまにモニコです。え、モニコなんだ。そう。へえ、いいね。モニコしたらニコニコなるかな？なるね。なるんだ。うん、間違いないよ。もうニコニコってうま。あ、ありがとうございますと言っておきます。はい、ということでこの二人でやるのはね、3ヶ月半ぶりですね。あ、そんなに経つ。そしてカオル君は、前回出た時一人会だったけど、どうでした？いやでもね、伝えたいことはすごい伝えられたから。そうだね、時間もね、はい、30分間まるまる使えたわけだし、はい、よかったんじゃないですか。本当ですか？はい。どうだった？聞いた？聞いた？聞いたよ。本当？うん、収録の時も生で現場聞いてたし。その間聞いたよ、ちゃんと応援を。ありがとうございます。いいんじゃないですか、感じが伝わって。感想が軽いな、なんか。いや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 、しっとりとね。うん、よかったですよ。ありがとうございます。さあ、ということでもう6月で、はい、はい、衣替えの時期ですね。お、出た、衣替えしてる？ちゃんと。まあでもちょっとずつ、ちょっとずつ変わりつつあるけど、ちょっと夏服もこれから買いたいなってところですね。あ、確かにね。はい、ということで今回は相馬と薫でお送りします。最後までよろしくお願いします。この番組はドリフェスプロジェクトがお送りします。ドリフェスラジオ。さてさてさて、もう6月ということで、はい、最近ね、俺夜中とかにネット見てて、ネット？ネット、そう、オンラインショップとかで買っちゃうのよ。へえー、まあ、そうなんだ。洋服もあるし、あとまあ俺は一人暮らしだから部屋に置くフレグランスとか、うん、おフレ、あ、いい、かっこいいね、フレグランスね。そう、買っちゃうのよね。そうなんだ。そうそうそう。なんか前にソーマンチ泊まり行った時になんかそんな感じしなかったけど。いや、それは見てわかるかい、を見て。いや、直接買ってるか通販で買ってるか、そんな目利きできるやつなかなかおらんわ。いや、僕なんかそんな感じしなかったけど、あれから変わりました。なんかあれからっていうかね、まあまあそうだね、最近は特にあるかな。例えばさ、うん、お店とかに置いてあるフレグランスとかで、これ何のメーカーのやつだろうとかこう見て、それをネットで検索したらこう出てくるわけじゃん。うん、したら、あ、もうじゃあ買っちゃおう。へえ、そうなんだ。とかそんな感じだよ。そうそうそう。例えばだからツイッターとかでなんかこう、うん、ファッションのなんかこうアカウントとかあったりするわけじゃん。うん、でこう見てて、こうブランド名書いてあったら、あ、なるほど、そういうブランドがあるのか。で調べてみます。オンラインショップ出てきます。うん、うわ、これいいじゃん。買おうみたいな。へえ、そうなんだ。もう一期一会だね。一期一会なの、例えるなら。そういう表現の仕方あるの？そう。え、でも、そうなんだ。僕は、なんかなんか直接触れて、うん、なんか自分でこう、感じたものじゃないと、買えないタイプだから。そう、でも、まあそれもわかるのよ。めっちゃ。俺もそのタイプでもあるんだけど、うん、やっぱね、見てると欲しくなっちゃう。あ、そうなんだ。そう。で、まあさ、その時買うじゃん。うん、まあ、買うっていうか注文して、すぐコンビニ払いとか、まあ、クレジットとかもあるし、うん、なんかそのすぐ払うんだったら、こう、商品が届くの待ち遠しいわけじゃん。うん、早く来ねえかなっていう感じなんだけど、うんうん、代引きにした時とか、ほう、先の方に、わかるわかる。ちょっと仕事のスケジュールとかも見て、まあ、この日だったら、余裕持って受け取れるなっていう日とかに設定して、まあ、例えば10日先にしたとしてよ、うんうん、受け取りを、うん。家に届くじゃん。うん、で、代金いくらですって言われて、うん、今払うのかよってその時になって思っちゃうのよね。いや、当然だろ。あの時の気持ちだったら俺は払えたけど、今ちょっと商品は欲しいけど、お金を払うのは嫌だみたいな感覚に陥る。何その大魔王みたいな感じ。やっぱ気分屋なのかもね、俺。そうだね、間違いないね。うん、
いや、そんな感じでね、結構買っちゃいますね、最近。へぇー、本当に結構買ってるの？そのたまにとかじゃなくて。あ、まあ別にそんな頻繁に毎日、うん、爆買いするわけじゃないけど、うん、まあたまにこう見てていいのがあったら、もう一期一会ですよ。それちょっと言いたいだけでしょ、もう。どう、かおりくんは。いや、だから、ネットショッピングとかする？さっきも言ったけど、うん、本当にネットショッピングしたことがなくて。一回も？一回もない。本当に驚き。桃の木。何の木？片桐月。はい、ということで、はい、続きをどうぞ。そう、本当にしたことがなくて、なんでかな、なんだろう、その結構さ、ネットだと割引とかがさ、結構されてるじゃん。なんか安いよみたいな、ね、うん、でこっからこの期間に買うと安いよみたいな。確かにあるわ。ああいうのをね、ちょっとなんだろう、こう信じてないというか、ちょっと疑ってる部分もちょっとあって。あれでしょ、会員登録すると 5% みたいな。そう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 、そういうのをね、ちょっと警戒してて、だったら直接見て触れて、まあ、靴だったら履いてみて、うん、履き心地とか、まあ、洋服でもちゃんと着てみて、あ、気持ちいいなとか、あ、合ってるな、サイズ合ってるなとか、そういうのを見ても、なるほどね、もう本当に感じないと、もうビビッと来ないと買えないタイプ。でも生活雑貨とかだったらさ、うん、別にその試着とかもいらないわけじゃん。生活雑貨はね、だからそういうものをあまり普段買わないかな。あ、なるほどね。そうそう、家電とかは、まあ、計画立てて買ったりはするんだけど、うんうん、なんだ、置物とかは、あんまり自分では買わないかもしれない。でも家電とかだったらさ、なんとなくもう欲しいものって分かってるから、うん、分かる分かる、ネットとかで買わない？ああ、もう。家に届くし。種類いっぱいあるじゃん。もうこれね、試して、これ試して、これ試して。あ、じゃあもう事前、予備知識みたいなのなしでお店で見て、その欲しくなったものを買いたいタイプだ、うん、そう、もうね、予備知識とか説明書とか苦手なタイプだから僕は。そう、でもさ、そうだよ、年末のクリスマス会の時にさ、うん、プレゼント交換でさ、俺がアマゾンカードを入れてたんだけど、それ当たったよね。当たりましたね、はい。で、一回もネットショッピングをしたことがないと。はい、そうですね。あれはどこに行ったの？あれね、なんかこう箱に入ってるかな。おい、俺にくれ、じゃあ。もう一回返してくれ。ちょっと待って、探すまで。俺が使いたいわ。探すまで時間がかかるかもしれない。いや、ぜひね、使ってみて。自分でお金払うのはさ、うん、ちょっと、気分的に進まないかもしれないからさ、うんうん、あれだったらもうカードで払えるわけじゃん。え、あれって直接行ってピーとかできないの？あれは。できません。できない、ね。クーポンコードみたいのが、裏についてるから、それを、買うときに、注文するときに打ち込んだら、うんうん、もう、その料金以内だったら、ただで家に届くから、ちょっと使ってみてよ。そうなんだ、ね、でまた二人会とかあったらさ、その時にじっくり聞かせて、保証はしません。おい。あ、そしてさ、それ買ったら、うん、ちょっとここに持ってきてさ、ね、こう眺めながらトークしようよ、30分間。それさ、ちょっと具体的になりすぎて、もう絶対買わないといけないやつじゃん。いや、やってほしいな。本当に？やってほしいよ、俺は。まあ検討してください。そうですね、はい。はい、ということでね、皆さんも、こういうネットでのなんかいろんなお買い物話とかついつい買っちゃうんですよとかあれば、お便りぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい。